今日は251の進行においてビバップのプロのように聞こえるような美味しいジャズリックを紹介します。やってみましょう。こんにちは。私はブックエンドスタジオのフーミーです。私たちはあなたのようなミュージシャンがどんな楽器を演奏していても、学習時間を短縮しながらベース演奏の方法を学ぶのを支援しています。このチャンネルでは、音楽理論のヒント、練習のヒント、ジャズスタンダードの深い掘り下げ、今日のような即興レッスンなどを行っています。ですので、チャンネル登録をして、ベルの通知ボタンを押して、私たちのチャンネルで何が起こっているかを見逃さないようにしてください。また、最後までお付き合いください。このリックを忘れないように深く学ぶための3つの方法を紹介します。さて、今日のリックは、メジャー1に解決するマイナー2-5のコード進行の上にあります。そして、異なるキーで教えます。では、まず、マイナー2-5-1とは何でしょうか。それは、2つのマイナー7フラット5からドミナント7フラット9に進むことです。5の7オルタードを1のメジャーセブンスコードに解決させることが一般的ですが、5の7変更は通常、1のマイナーセブンに解決します。では、どうやって超クロマチックで美しくジャジーなビバップサウンドを出すのでしょうか。このコード進行の上でビバップサウンドを出すには、まさにこのリックが使われます。では、深く掘り下げてみましょう。でも、その前に、もちろん、どのような音が出るのか聞いてみましょう。ビバップオルタードリックは、とてもビバップ的で、クロマチックなサウンドが特徴的です。でも、それがどうやって実現されるのか、そしてなぜこのリックが素晴らしいのか、詳しく見ていきましょう。このリックをゆっくりと見ていきましょう。最初の音は D ナチュラルで、Gm7fl5 の完全5度ですが、心配しなくても大丈夫です。この音は実際にはあまり重要ではありません。重要なのは、このリックの中でいくつかのターゲットノートを特定することです。これらのターゲットノートが最も重要なのです。2つ目のコード、C ドミナント7の時には、実際に E ナチュラルに到達します。その後、C7 のオルタードコードに到達すると、B、フラットにつながる別の一つのターゲットノートである D、フラットも出現します。そして、B ナチュラルが C につながるのです。同じように、B フラットに戻り、G に戻ります。そして、G から A、フラットに移行し、F メジャーの最も重要なターゲットノートである A に到達します。ターゲットノートとは、ジャズラインや音楽的なフレーズの中の任意の音符です。それらは、ダイアトニックであろうと、クロマチックであろうと、他の音符を通して到達することを目指している音符のことです。つまり、これらの音符に到達することが目的なので、ターゲットノートと呼ばれています。エンクロージャーというものがあります。エンクロージャーとは、ターゲットノートを取り巻くように上下に音を配置することで、ターゲットノートをより強調するテクニックです。例えば、E をターゲットノートに設定した場合、その前後に D シャープと F シャープを配置することで、E を囲んでいるような音の流れを作ることができます。これにより、音楽的な流れを生み出すことができ、よりプロフェッショナルな演奏に近づけることができます。D フラット、B フラット、そして B ナチュラルを経て、それから C に到達します。それで、我々は目標音から始まり、その下に到達する音符を持っているので、B ナチュラルは C に到達するために下から始まる音符で、D フラットは上から始まる音符。これをエンクロージャーと呼び、これはビバップの基本の一つです。これはビバップでよく使われるテクニックなので、アプローチトーンとターゲットノートを加えることで、あなたのラインをビバップっぽく、本格的なジャズっぽくすることができます。そして、B フラット、G ナチュラル、そして A、フラットに戻ります。A、フラットは C ドミナントコードのフラット13度であるため、重要度はあるものの、私たちはある方向に向かっているため、今度は F メジャーの3度である A ナチュラルに到達し、最も重要なターゲットノートになります。例えば C7 フラット9のスケール構造の中で、D フラットや A フラットは主にオルタードスケールに基づいているのですが、B ナチュラルを加えることでガイドトーンに対するクロマチックアプローチとして考えることができます。私たちは3度が強いガイドトーンであると話しましたので、解決を予感しているようなものです。これは良いことです。というのは、ここからはビバップを思わせるようなクロマチックなフレーズを使うためです。そして、ルートはリックの中で最も強力な音ではありません。なので、私たちは C メジャーの3度である E で終わります。このドミナントセブンスコードにおいて、7度、3度の重要性はガイドトーンとして大切です。そして、セブンスもまたガイドトーンとして使われています。つまり、私たちはクロマチックな方法でこれらのコードを際立たせているのですが、それはビバップにおいて非常に重要な要素の一つです。フラット13とフラット9は、ドミナントセブンスコードの上で演奏できる素敵な拡張音ですが、これが次の音符につながっています。これらは私たちが扱っている変化した音符であるため、これがなぜ素晴らしい変化したリックなのかです。フラット13のようなこれらの変化した音によって、緊張と解放をたくさん加えることができます。また、フラット9があるため、本当に変化したクロマチックな、テンショニーな音になります。Gm7th から C7th に進み、最後に F メジャー7th に帰着します。これがリックの全容です。
それではキー、G から E フラットまでの4度進行でこのリックを実演しますので、ご視聴ください。このフレーズを覚えるためのコツや、演奏できるようにするためのアドバイスはありますか？という質問ですね。まず、一つ目のアドバイスとして、楽譜を見るのではなく耳で覚えることをお勧めします。最初は難しいかもしれませんが、耳で覚えることでよりよく理解でき、演奏する際にもスムーズに表現できるようになるでしょう。二つ目のアドバイスとして、他のキーでも演奏することをお勧めします。異なるキーで演奏することで、より深く理解し、内面化することができます。そして、このフレーズを実際の曲に応用することもお勧めします。また、私の Amazon Audible についてのリンクを紹介します。音楽理論について学び、自分の演奏に応用することができます。この動画が役に立った場合は、チャンネルに登録してください。次の動画でお会いしましょう。